オートロック。オートロックはドアが閉まると自動的に施錠する仕組みを持った乗、またはそれを中心とするシステム総称である。自動を意味するオートと錠前を意味するロックを組み合わせた和製英語である。英語ではオートロックのドアのことをオートマティカリーロッカブルドア、オートマティクリーラカブルドアといい、オートロックを備えているものをオートマティカリーロックとオートマティクリーラクトという、 代表的な設置場所は一戸建て住宅やマンション、ホテル、テナントビルなどであるが、それぞれに採用される設備の仕組みは以下のように異なる。また、鉄道車両においては、都心部の一部の地下鉄路線や、地方の換算路線など、ワンマン運転を実施している路線で導入されている。マンションのオートロックシステムは居住者がインターホンの通話、 映像により来訪者を確認した上で入館させることができ、セキュリティシステムの一つとして広く採用されている。通常は建物の新築時に設備として設計、施行されるが、既存マンションの大規模修繕等に合わせて後付けで設置されるケースも増加している。テナントビルや学校等でも同様のシステムが採用される場合がある。インターホーンシステムと 電気上システム、または自動ドアで構成される。蒸気の仕組みにより不要な侵入者を極力抑止することを目的とする設備ではあるが、居住者や他の来訪者の後について入管する、友連れなどの方法で侵入される可能性はあり、万能ではない。完全にシャットアウトできるという過信は禁物である。一方、エントランスが平常時に施錠されているか、開放されているかの違いは大きく。 また、犯罪者の心理として、ガードの固い建物は避ける傾向にあることから、オートロックは基礎的なセキュリティ設備と考えるべきである。その上で、設備の充実と居住者、管理者の意識や運用面の配慮で、その効果を最大限に生かすことが望ましい。さらにオートロックの脆弱性について、説明を加えると、自動ドアカには全メーカーともに七から十ミリの、 隙間がある。この隙間から物を差し込み居住区側のロック、会場センサーを誤動作させ不正回避仕入りする、差し込み侵入もあるため不正回避防止具、オートロックガードで隙間を塞ぎ防犯性能を向上させる方法もある。ただ一般的に言えることだが、仕組みが複雑になると、スペアキーが作りがたくなるなど利用者の立場から見ても何かしら不便な面も避けられない。 また郵便配達等もエントランスより先に入れないことが多いため、そのような建物では玄関先ではなくエントランスまで新聞を取りに行かなくてはならない。会社、ビルにもオートロックシステムが導入されていることがある。雑居ビルなどでは主営などを配置して入管者を管理していることが多いが、人件費がかかることからオートロック化されていることが多い。なお昼間は開場されており、 夜間のみ、オートロックになっていることも多い。通常は、電話機システムと電気場システム、または自動ドアおよび非接触カードリーダーで構成される。ホテルのオートロックは、客室のドアに設置され、ドアが閉まると自動的に施錠する場前で、ホテル場とも呼ばれている。仕組み上、鍵やカードを室内に置き忘れたまま外出し、 締め出されるミスが起こりやすいため注意が必要である。キーホルダーが、居室内の電灯全体のオン、オフスイッチを兼ねるなど、人為的なミスを減らす対策は取られつつある。主に都市部において、ワンマン運転を行っている、地下鉄などの路線では乗務員室と客室との、仕切り部にある仕切り扉に、電磁作業と呼ばれる、オートロックシステムを導入している。 このシステムのない通勤系車両の仕切り扉は、からくりを使った簡単なものである。主に小田急電鉄が使用しているこの場合には、乗務員室側からは前述の乗で、客室側から開けるには専用の鍵、ラッチキー、忍び乗などと呼ばれるで開けることになる。一方、電磁作乗システムのある車両では乗務員室側に、サムターン型の乗があり、扉を開けて閉めると自動で乗がかかる。 客室側から開けるには、前述のラッチキーで開けることになる。車両によって異なるが、扉を開けると両先頭車で、ブザーが明動するものや、モニタ装置に表示をして乗務員に知らせる機能がある。ワンマン運転を行っている路線では運転士の乗務している先頭車から、後方の先頭車の仕切り扉の作業、会場を押しボタンで遠隔操作ができる。 これは乗務員室内に設置した仕切り開き度制御機と呼ばれる装置で制御され、操作スイッチは試石会こそ先と呼ばれる。操作スイッチは運転台周辺に一箇所設置されている。このシステムは緊急時に乗客を避難させる場合等に使用するものである。列車走行中に緊急避難が必要とされる、非常事態が発生した場合、運転士が列車を緊急停止させ、 後方車両の仕切り開け等遠隔操作で会場して、後方車両の旅客への避難路を確保する。会場された場合には、扉上部の表示灯に通行かと表示される。例えば、都営地下鉄三田専用の6300型や、東京メトロ南北専用の9000軽車両では、非常の場合係員の指示に従って、ドアを手で開けてくださいと案内シールがある。 都営地下鉄6300系、東京地下鉄9000系の設置例。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。